皆さんこんにちは。今日はですね、皆さんご存知の方もおられると思うんですけども、ハイスポーツにですね、また新しい、仲間が増えたということで、ここ柏ボールで、新しいボール撮影させていただいたんですけど、岡田プロなんですけどもね、この岡田プロなんですが、非常にこう初心者の育成が非常にうまいっていうのと、中級者をものすごい育成しているということなんで、今回ですね、それに見合ったっていう形でロコというボールで、このロコというシリーズを、ずっと前から発売してるんですが、また新シリーズという新たな形で、制作しまして、今日投げていただいたコンディションなんですけど、39フィートという形で、一般的に、よくセンターに引かれているレーンコンディションでやってみました。で、岡田プロ、今日投げていただいた感想はどんなイメージを持ちました？とてもこう素直な感じで、自分が失敗した時は失敗したなりに出てしまうんですけれども、非常にこう自分の力が伝わりやすいボールになってましたね。なるほどね、本当に癖がないっていう ね、意味でね、非常にいいのかなと。石原プロなんかはどんなイメージを持たれました？そうですね、やっぱりこのボールの初心者向けとかね、そういうことじゃなくてね、やっぱりその僕は改めてなんか新鮮さを感じたんですけど、なるほど、やっぱりそれなりに、別に曲がらないとか表現でいうとね、そういうわけでもないんで、そういう面ではやっぱコンディションによってはね、その初心者っていうわけじゃなくても皆さん使っている、いただけるようなボールだと、コンディション的に言えばやっぱりミディアムからちょっとドライ気味になるのかなとは思うんですけどね。このロコに使われているこう新しい素材なんですが、ストライキングパールリアクティブっていうのはですね、実際はちょっと、オイルに弱い系統、ロトグリップのこういった種類がある中でも下のっていうかね、オイルに弱いとこういう系統の素材なんです。でまたコアもですね、レートロールっていいまして、非常にこうやっぱり素直な転がり感が出るようなね、ボールなんで、今おっしゃるような形で、初心者、中級者、何者っていうんじゃなくて、使用目的に合ってるっていうね、形で、で、先ほど話したように、岡田プロなんですけども、非常にやっぱりこう育成がうまいと、こういう非常に金がね、噂を聞いてるんで、やっぱりこういう素直なボールをですね、皆さんにこう、提供していただいて、やっぱりそこからこういろんなこう個人個性があって、曲がるボールだとかね、またオイルに強いボール、そういうのにこう発展していくと非常にいい感じでベースになるボールなのかなというふうに思いますよね。
まず岡田プロのこれラインナップだと思うんですけど、はい、岡田プロこれは通常トーナメントに持っていくような形のラインナップだと思うんですが、はい、今日のロコパールはどんな位置に？そうですね、やはり非常に素直ということと、やはりちょっと油に弱いかなっていう感じがするので、一番下あたりでしょうか、ね、なるほど、はい、わかりました。今度は石原プロのイメージだと思うんですけど、はい、石原プロこれシリーズ比較というより、はい、まあ、この辺のクラスのボールをこうより集めたってことだと思うんですけど、はいはい、今日のロコパールはどの位置に？そうですね、これまあロトグリップ社のボールなんですけども、はい、という意味ではやっぱりここかこの下に来るのかなというふうに感じますけど、はいはい、この辺のクラスでやっぱり価格帯的にもね、うん、とても求めやすい価格帯で、はい、本当に素直なボールなんで、非常に皆さんにお勧めだとは思います。わかりました。今日投げてもらえたあのロコなんですけども、まあ、ちょうど石原プロはグリーンのボールで、またあの岡田プロに関してはブラックレッドのボールと、でまた紫色をベースにしたボール、まあ、この3種類があるんですけども、まあ、ちょっとここでまたお二人にご質問したいなと思いまして、まず岡田プロからなんですけど、はい、岡田プロこの素直なボールっていうのは、はい、当然先ほど言ったようにまあ使う目的っていうのがね明確になるじゃないですか。そういった意味では何個もボール持つ人とか、はい、いや私今回初めてボール作るんですよとこういうような形の人がお二人とも言ったとしたら、はい、例えば初めて作る人にはこういうボールの例えば特徴をどう説明するとか、まあ何個持ってる人だったらこういうふうに使ってもらったらどうですかっていう説明をするという二通りがあったとしたら、はい、岡田プロからどう説明します？まず初心者の方には、はい、非常にとにかく素直なボールなので、はい、要するに自分の玉なりっていうんですかね、何もしなくていいような感じで投げられると、はい、いうことで、はい、無理なく要するに体を痛めないように投げられるということでおすすめしたいと思います。なるほど。で、中級者以上の方には、はい、やはりちょっと油がなくなってきたあたりのレーンコンディションで非常に使いやすいと思いますので、はい、そういう形で使っていただけたらと思います。なるほどね。確かにこう、まあ、値段帯だけ見るとよくこう安いボール敬遠されがちだったりいろいろするんですけど、まあ、使用目的に合ったっていう形でねやっていければ今の岡田プロがおっしゃったように、まあ、非常にこう役立つんじゃないかなというふうに思いますよね。石原プロに逆に質問なんですけど、石原プロ先ほど非常に新鮮だなとなんか久々にこういうボール投げたよとこういうことをおっしゃってましたけど、石原プロはこれ例えばラインナップになんかトーナメントで入れるとしたらやっぱりこういくつも今は持っていけないじゃないですか。で特に石原プロ多分この画面見てる人も知ってると思うんですけど、スペアボールにゴールドブルー投げてるよねとかスペアボールにこのボール投げてるよねみたいなのがあると思うんですが、まあ、こういったロコパールなんかをね、まあ、改めて投げていただいて、まあ、そういうボールとの違いとかやっぱりここ本当に進められるよといろんな幅の人にね進められるよというところがあればなんか。そうですね、まあ、価格帯にも求めやすいっていうところもありますし、はい、でやっぱりハイパフォーマンスボールっていうのは、うん、やっぱりプレイヤーっていうとね、まあ、こういっぱいこう幅が出るんですけども、はい、これは本当にもうプレイヤーが少なくてね、うん、あんまり左右されない、はい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 、そういう面では、はいはい、まあ、多少オイルに、やっぱりちょっと弱い部分はあるんですけども、うん、当然コンディション的には、ドライコンディションに近い方が使いやすいのかなと思いますけど、はい、僕みたいなタイプはね、はい、でもやっぱりちょっと女性の方でもスピードのない方とか、うんうんうん、には非常に合ってるボールではないかな。なるほど。それは初心者っていうわけじゃないんですけども、やっぱり最初に、ボールを買うときに、ね、はい、購入するときにこういうボールから入ってもらった方が僕はあえていいかなと思いますね。もういきなり例えば値段が高いからっていうことではなくてですね、やっぱりちょっと扱いやすいボールから一回入っていただいて、それから順番に例えば、用途に応じて揃えていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。なるほどね。
まあ、また確かにこのレッドロールのコアって今回このロコって10ポンドから作るんですが、まあ、一つの特徴としては10ポンドから16までウェイトが変わらないんですよ。なんていうかコアが変わらないんですよ。でそういうボールって結構世界的に見ても少なくて、実は軽いボールだと非常になんか他のコア使っちゃったりいろいろするんですが、今回のロコって実はそれがなくてですね、まあ、結構平均的なバランスがいいボールに仕上がってるんで、まあ、ぜひですね、これを見てる岡田プロファン、石原プロファンもですね、やっぱりこう素直なボールを投げてみたいなとか、まあ、やっぱりこうドライ気味のコンディションでも投げてみたいなとか、まあ、そういう、まあ、今回初めてボール作るんで岡田プロに相談したいなって時もぜひ進めていただけると思うんで、まあ、今回のロコですね、まあ、8月発売になりますので、また注目の一つとして、まあ、このボールロングランでやっぱり販売しますので、まあ、結構リピート聞きますから、まあ、いつでも言っていただいても用意できると思いますので、こうご期待というふうに思います。本当に今日は長い間お時間ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。